ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティグレカーレプリマセリエ GT 2023年式160キロこちらの車両になります。ということで今回ご紹介させていただくのが、うん、去年、はい、あの日本で発売になったばかりのマセラティの初のコンパクト SUV ということで、うん、はいはい、こちらの車が早速入庫したということで紹介させていただきます、うん、でまずなんですけれどもこの車あの僕自身がちょっと馴染みがなさすぎて、はい、あなんかマセちっちゃめの SUV 出たんだなぐらいで思ってて、うん、全く分かってなかったんで、はい、この車がどういう車なのかっていうところからご紹介させていただけたらなと思います。でまずこのグレカーレというのは先ほどもちょっと紹介した通りマセラティ初のコンパクト SUV なんですね、うん、ただちょっと無理がないですか。どういう意味ですか。コンパクトじゃなくないですか。決してコンパクトではないよね。写真で見ると、まあ、特にコンパクトという文字と一緒に出てたんで小さめの SUV だなと思ったんですけど実車でかいっすねこれ。そうですね、レバンテにほぼほぼ近くないですか。あ、そうなんですよ、ね、寸法の方が4859、はい、まあ、全長全幅の方が1979、うん、でかそして全高の方が1659ということで、はい、これレバンテよりちょっと短いだけなんですよね。そうですよね。いや一般的なサイズ感で言ったら完全なミドルクラスですね。そうなんですよね、はい、でもうちょっと馴染みのあるところで言うと、うん、GLC なんかよりは全然でかい。そうだよね。 GLE よりちょっとだけ小さいっていう絶妙な立ち位置なんですよね。なんか僕は現車見る前ってこのスペックと画像だけ見てると GLC とほぼほぼ一緒なのかなと思ってたんですけど現車見ると確かに長いもんね、うん、というわけでこんな感じのエクステリアなんです。あともう一つはちょっとあのライト周りの衣装がもうみんなごっそり変わったじゃないですか。そうですね、新しいグランドツーリズムだったりとか、うんうん、その辺の関係もあるのかなと。確かにあるかも。で、うん、今までのイタリア車マセラティってなんかこう目つき悪かったじゃないですか。あ、そうですね、はい、まあ、あれがちょっとシュッとしててかっこよかったんですけどなんか新しい世代になってこの可愛いちょっとつぶらな瞳にグランツも MC20 もなってますよね、うん、だそれがちょっとこうコンパクトっぽく見せてるのかなと、うん、ただやっぱりシリーズ、まあ、似たような、うん、あの衣装のライトなんかを採用してるんでやっぱり共通性もありますし、まあ、パッと見てマセラティと分かる、はい、エクステリアさすがだなと、うん、というわけで、まあ、マセラティ好きにはたまらないエクステリアになってる、うん、であとこちらの車、ベースとなってるのがステルビオとかグラチェロなんかのプラットフォームと共通らしいです、うん、はい、あれを少し伸ばして、うん、まあ、独自のマセラティチューンして作り上げてる。だジュリアも共通だね。じゃあね、というわけで、まあ、その辺のプラットフォームグループ共通なんでパーツも結構共有化されてて、なるほど、まあ、その辺の信頼性だったり、うん、抜群みたいな。ただマセラティチューンされてるんで、うん、結構アルミ対応されてるみたいですね。ああ、そういうことなんですね。あの先ほどチェックさせていただいたら、うん、フェンダーあとリアのクォータールーフそれ以外は全部アルミでした。というわけでボンネットだったりドアだったりリアのゲートなんかは全部アルミということで、なるほど、このサイズですけどもなるべく軽く作ってあると、こんな感じのエクステリアになっております。そして横に回っててもよろしいでしょうか。で今回ご紹介させていただくこのプリマセリエっていうのが、はい、うん、いわゆるこれファーストエディション、そうですね、ローンチエディションみたいな、はい、まあ、一番最初のロットに付けられる、うん、まあ、オプションもりもりの、はい、まあ、宣伝広告も兼ねてますからね、そうですね、最初の車は、うん、そのファーストエディション的な立ち位置の、プリマセリエということで、はい、この通常オプションの20インチが標準装備、はい、そうですね、こちらのになっています。20インチでもちっちゃく見えちゃいますもんね。本当だよね、車大きいんで、うん、ということでこんな感じ。そしてサスペンションの方は通常のスプリングのサスペンションということですけどオプションでエアサスペンションだったりだとかあとトップグレードのトロフェオになるとエアサスペンションなんかもありますけど、こちらは GT モデナトロフェオというグレード体系の GT 一番エントリーグレードなんで、はい、まあ、通常のスプリングタイプのサスペンションになってます、うん、でこれはちょっと乗り味は乗って確認してみたい。後ほどね、はいはい、そしてキャリパーもイエローのキャリパーが、これもこのプリマセリエの特典ということで、はい、カラードキャリパーが漏れなく備う。これもあのオプションで選ぶとちょっとお金かかるんですよね。かかりますね、はい、ということでこのイエローのキャリパーになってる。そしてあとはマセラティといえばこの3連ダクトじゃないでしょうか。はい、だ結構全体的な印象がレバンテに似てますよね。似てるよね、だ知ってる人が見たらあレバンテの後継かなんか違うシリーズかなっていう感じの、そうですね、はい、
まあ、いろんな共通性を持たせたエクステリアになってる、うん、あと今回のグレードの GT のフォントもなんか見たことないフォントなんですけど、なんか珍しいよねマセラティがこの字体を使う、こんな感じのフェンダーだと、はい、あとドアだったりとかもこのなんていうんですか、余計な装飾とか、うん、プラスチックのカバーがないのもちょっとこうマセラティっぽいなと、うん、そうですね、ちょっと割とこうツルンとしてるじゃないですか、はい、だからサイドスカートも割とシュッとしてて、うん、まとまりがある感じ、はい、あと今回はあの黒いオプションもやっぱりあるみたいですね、窓枠だったりとか、やっぱりありますね、うん、今回はあのプリマセリエということで、はい、漏れなくこのメッキの窓枠になってると、あと、うん、サンルーフも、はい、そのプリマセリエのパッケージの中に入っているということで、漏れなくサンルーフもついてくると、はい、続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろも同じく20インチ、タイヤは4本通しですよね、うん、そうですね、これ通しでした255ということで、はい、車が漏れなく4駆になるということ でこれ、はい、あの市場で紹介しますけど、うん、基本的には0、100、うん、FR レイアウトで、うん、状況に応じて50対50で振り分けるような4駆のシステム、うん、基本的にあのレバンテとかと全く同じ4駆システムらしいです、はい、なるほど、この辺なんか入っております、はい、そしてあとはリアのキャリパーも片押しですけどイエローのタイプになって、ちゃんとマセラティロゴも入るということで、はい、そして、まあ、ピラーもマセラティ、うん、この辺だからもうずっと伝統にのっとってますね、そうずっとですねこれは、まあ、クーペも SUV もみんなこれついてます、ね、みんなついてます、はいはい、ということでこんな感じでエンブレムもついてる、うん、そして後ろ、はい、これテールランプ、はい、うん、これ何回似てないですか、似てます、これがなんと過去のマセラティの名車サゼ 200GT をモチーフにしてるらしいですね、あそうなんですか、似てるなぐらいにしか思ってなかったです、でこれも、はい、ここだけだとちょっとあの特徴的なこうへの字の垂れ下がったやつですけど、はい、下側がちゃんとこう足されてるんで、うん、なんか現代版にアレンジされてますよね、ちゃんと再解釈してる感じですかね、うん、だから SUV のボディでも全然違和感ない、あ確かにね、はい、うん、まあ、光り方だったりはこの後見てみたいと思います、はい、そしてマフラーが4本出しということで、はい、これ先にあの紹介しちゃいますけど、うん、なんとエンジンは2リッターの直四なんですよ、そうです、4本出しって正直私思ってしまったんですけれども、いやでもいるんですよ、それはマセラティだから、色気のマセラティだから、そうです、はいはい、というわけでこれ気になるサウンドの方は、はい、この後確認してみたいと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います、トランク足で開けるやつ開けますよ、あついてるんですね、あちなみにですけど最上位グレードのトロフィオってあるじゃないですか、はい、あれはキックオープンついてないです、あそうなんですか、はい、カーボンのディフューザーかなんかついてるとかそういうことですか、そう確かそれがあるはずです、あなるほど、ディフューザーの違いだと思います、はい、じゃあこのグレードに関してはついてると、そうです、そして今ちょっとエマージェンシーキット、まあ、車は距離浅なんでこの辺新品が丸々、はい、そのまま残ってます、これちょっと下ろしちゃいますね、はい、はい、そしてトランクはここもちょっと物申していいですか、どうぞ、狭い、そう、はい、でもコンパクト SUV だからね、あちょっとそのカテゴリーなんで確かに幅がないね、都合がいい時だけコンパクト SUV です、奥行きはまあ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 車格に見合った奥行きだったんですけど、す、ね、なんと横が奥行きとほぼ同じぐらいしかない、はい、測ったら奥行き 100cm で幅が104かぐらいしかないということで、ほぼ真四角の、はい、えぐってもないんですよね、うん、だから長物積む時はちょっとこの倒すのを使わないと無理かなと、うんうん、そしてこの下にも、うんうん、あのパンク修理キットと、はい、あとこの下にバッテリーが入ってたりするんで、うん、あ本当ですね、もしかしたら今後出てくる EV、 あれを見据えて、うん、なんかちょっと共通化のこの内側のパネルとか、まあ、ユニットのスペースがあるのかなって勝手に思いました。そして容量の方は500リッターってことなんですけど、これシート、はい、ここから、うん、はい、もちろん前でも倒せるんですけど、倒していただければ1510リッターまで拡大しますんで、倒していただければかなりの積載量も取れて、はい、便利に使っていただけるかなと、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいんですけれども、鍵が、うん、これ一新されてますよね、一新されてますということで、こんな感じで、はい、今までのマセラティの鍵からさらに進化して、うん、これレザー貼ってあるんですか、そうなんですよ、なんかちょっとフェラーリっぽい感じの、なんかちょっと、はい、今までと全くイメージ変わって高級な感じ、なんか落としたら絶対高いんだろうなっていう、そうですね、はい、でシリコンケースが今回ついてるんでこれに入れて、はい、あの最近ありますよね、この穴が開いてるタイプの、うんうん、でこの奥にスイッチがあるということで、はい、うん、もうやっぱり空気抵抗だったりとかってことなんですかね、はい、うん、この内側にスイッチがあるのでそれ握っていただくとこんな感じで開くと、はい、 そうですね、そしてこの後紹介しますけど、なんと内側から開けるのもボタンになってると、個人的には万が一の場合がちょっと心配になってしまいました、はい、バッテリーが上がったりとか、そうですね、ただそれ用のエマージェンシーもちゃんとあるんですよね、ありますということで、メカニカルで開けることもできるんで、まあ、その辺も考えられてる
そして内装も今回その限定の部分で、はい、うん、特別なところがいろいろ入っているということで中ご覧ください。まずですね、中かっこいいっす。いいですよね。ステッチがこの流れるようなダッシュボードだったりもそうですし、はい、あとは助手席見ていただくと分かるんですけど、うん、ドアパネルなんかも曲線的なステッチが入ってて、そしてその流れをそのままシートに組んでるような、はい、うん、まあ、非常に統一感のある内装になっている、うん、そしてこの青いステッチとヘッドレストのマセラティマーク、うん、はい、あとはプリマセリエの刺繍、はい、そうですね、これが、はい、限定たるところということで、そうです、ということでこんな感じの仕様になっております。続いて乗ってみたいと思います。割とあの車体大きいんで、はい、やっぱり乗り込むのも、うん、結構楽ちんですね。そうですね、はい、あとはやっぱりステップが低いから、そうですね、意外と SUV の割にはここをまたぐ感じあんまりないですね。あんまないよね。あと最近の車あるあるなんですけど、うん、サイドスカートがこう装飾されすぎて、あ、ここ絶対プロテクション貼った方がいいですよって毎回言うんですけど、当てたくないもん。これ大丈夫ですか？これもう安心です、はい、まあ、貼っていただいた方がいいと思うんですけど、まあ、通常の常識の範囲内のサイドシルかなと、はい、非常に乗り込みやすいドア周りでございます、うん、そしてハンドルの方はこんな感じで、うんうん、ちょっとあれですかね、大きいですかね、そんなことないですか、はい、ちょっと大きいのと多分使い勝手も考えてて気持ちいい D シェイプ。ああ、なるほど、微妙に少しここのクリアランスが取れるようになってる。そうですね、まあ、マセってグランツとかも大きいですもんね、うん、そうなんですよ。そしてここはだいぶ賑やかになったなと、はい、ADAS 運転支援系のレベル2がついてるということで、はい、はい、この辺なんかもしっかりついております。そしてこの後紹介しますけど、はい、メーター周りの操作、はい、この辺なんかもついてる。だいぶ賑やかですね。だいぶ賑やかだね。急になんかマセ現代的になりましたね。なんで、うん、そしてエンジンのかけるボタンはここについているということで、はい、であとモード切り替え、うん、ちょっとオンにしてみましょうか。はい、はい、こんな感じで、うん、はい、そしてメーターはフル液晶、うん、これが 12.3 インチかな、はい、の TFT の液晶メーター、うん、ということで両サイドがメーターで中がナビだったりいろんなものが表示できる、はい、はい、これかけちゃいましょうか。そうだね、これモード切り替えでもいろいろ変えられますし、まあ、あとはここの表示でなんかリラックスとか、うん、はい、クラスターレイアウト、うん、はい、これでクラシックとか、うん、エボルブリラックスとかでいろいろこの辺なんかもちょっとこう表示が変えられたりとかするという、はい、何も出さないとできるんですね。リラックスというよりなんかもう速度だけ、そういうことね、はい、速度だけね、はい、逆に僕心配になっちゃいますけど、はいはい、こんな感じのメーターになっております、はい、そしてヘッドアップディスプレイもついているということで、ヘッドアップディスプレイにこれ多分映ってないと思うんですけど、速度とあとナビがなんとここに映ってるということで、あ、本当だ、ナビの画面が映ってんだ。昼、そうなんですよ、ナビ画面が映ってるんですよ、矢印だけとかじゃなくて、はい、これただ少し薄いかなと、多分設定でいろいろ触れるんでしょうけど、決して見やすいかっていうと昼間はちょっと見づらいかなと、まあ、夜だったら多少見やすいんじゃないかなと、うん、そしてあとはダッシュボードなんかは全部レザーですね、はい、ただグランツとかと違って、うん、手作り感だいぶ少ないですね。あ、確かにね、はい、うん、あとグループ そのフランス車っぽいのがちょっと入ってるかなと思ったんですよね。さっきツッチ言ってたね。そうです、シトロエンとかプジョーが同じグループなんで、うん、まあ、その辺の質感がちょっと僕は感じました、うん、なるほど。ただあとこの辺のデザインとか結構そう、はい、エアコンのデザインとか、うん、普通エアコンって感じじゃないですか、うん、それがちゃんと一体化されてて、はい、そしておなじみの、ね、おなじみのこの時計も残ってるんですけど、はい、ここはデジタルになってるということです、うん、ここもいろいろ表示が、音声アシスタントとも受信した時にこの表示が変わったりとか、いろいろ表示もあるみたいです、はい、そして、うん、ついにマセラティもこの流れですよ、来ました、はい、これが 12.3 インチと 8.8 インチのナビになってるということで、うん、どうですか。いや、僕はすごく好きです。本当ですか。本当です、本当です。この角度がこうなってんですね、はい、で僕ちょっと思ったんですけど、これをいじってる時に指でこっちのエアコンパネルとか触っちゃうんですよ、はい、それで動いちゃうっていう、はい、でほとんどがその液晶になってるんで、うん、唯一シフトだけ、うん、パーキングとリバースとニュートラルとあとドライブ以外は全部こうスイッチですからね、はい、液晶が死んだら死にますね。そうだね、もう死んだらね、はい、ナビも使えないしエアコンも使えないということで、うん、だからここら辺はもうちょっと時代の変化についていくしかないのかなと、うん、そうですね、うん、そしてこの辺はちょっと飛ばしちゃいますけど、はい、もうとにかくアプリでもう全部細かく、うん、はい、基本的に Android ベースみたいですね。なるほど、はい、でカープレイなんかも全部使えるんで、はい、
でメディアも一通りテレビなんかも全部ついてると、はいはい、それナビは、うん、まあ、基本的には、うん、カープレイ使う方が多いと思うんですけども、はい、ですね、まあ、ついてるナビも割と、うん、はい、まあまあ使い勝手いいかなみたいな、はい、タブレットみたいには使えるから、はい、あと、はい、支援関係すごいですよねこれ。あ、そうなんですよ。カメラがなんとこんな感じで、うん、はい、これさっき駐車場で使ったんですけど、はい、だいぶいいですね。だいぶいいですよね、はい、で映りもいいんですよ、はい、であとは、うん、ここワイヤレスチャージ、うん、これも通常オプションですけども、はい、プリマスエリアでついてくると、うん、そして小物入れ、はい、これ開け方いいっすね。これいいですよね、はい、うん、開けやすいかっていうと開けにくいですけど、はいはい、他に絶対ないないです。そして開けたこれがしまわないという、はいはい、混ざれている、はい、そしてここにタイプ C とタイプ A が一つずつ、あとドリンクホルダー、いいね、はい、いいと思います。ドリンクホルダーでも見た感じこれ日本のペットボトルもいけそうっす、ね、あ、多分いけると思います。十分な大きさあるんで、はい、そしてアームレストの中はこんな感じで、はい、割と深めで、うん、タイプ A とタイプ C、あとシガーがこの中についてる。そうですね、はい、はい、C と、うん、テンウェイですかねこれ。これテンウェイかな、はい、うん、通常の調整プラスランバーサポートっていう感じです。はい、で座った感じは、うん、僕勝手なイメージですけど、うん、マセラティって、うん、なんかシートがもうゆったり、うん、アメ車みたいな、うん、ホールドがこうきつくないシートっていうイメージだったんですけど、うん、この車も割とこうタイトめでしょ、はい、しっかりめ、はい、なんていうのか、うん、そう深めっていうの、うドイツ車みたいな。そう、僕はねそれ初めての座った瞬間に、あ、これ今までのマセラティと違うと思います。違いますよね、はい、雰囲気が。足も背中も割とこう動かさない、そう、はい、スポーツ気味なシート、うん、こんな感じになっております。でさ、ちょっとはい、話それちゃうんだけど、このパドルでかいのも、あ、そうなんですよ。これちょっと市場で言おうと思ってたんですよ。あ、そうなんだ、はい、これむちゃくちゃいいっすよね。いいよね、これむちゃくちゃいいっすよ、はい、というわけでその辺が、はい、作法が残ってたり、うん、変わってたりということで、そうですね。ただ質感、このレザーの質感ちょっとこのシワになりやすいのは、そうなんですよ、相変わらずですね。ね、はい、はい、だから今回距離浅ですけども、うん、若干こうもうシワが寄ってるんで、そう、まあ、乗り降りの際少し気をつけていただいた方がいいのかなと、はいはい、そして天井関係は、うん、もうこのピラーと天井の生地、うん、はい、これこそマセラティじゃないですか。ザ・マセラティだね、はい、このモケットの黒の、はい、そしてバイザーもこのそうマセラティおなじみの、はいはい、バイザーになっております。タッチがこう気持ちいいんですよね。はい、はい、そしてちょっとここは物申していいですか。もうさっきから何回も言ってるんですけど、はい、今回の車はこのサンルーフついてるんですけども、うん、ボタンが3つある。素晴らしい。これ開けるじゃないですか、うん、まあ、サンルーフ開けるボタン今押したんで、はい、まあ、シェードが先開きます、うん、でサンルーフ開きます、うんうんうん、で、うん、これ閉めようと思ったら、うんうん、サンルーフしか閉まんないんですよ。そうですよ、サンルーフのボタンですから。シェードはシェードボタンじゃないと閉まんないんですよ。はい、わかりやすい。え、なんですか。いやでもシェードこっちで開くんですよ。サンルーフ開けるボタンでシェード開くけど、はい、閉めるボタンじゃシェードは閉まらないです。だってサンルーフ開けるんだからシェード開いてほしいじゃない。いや、まあそうなんですけど、シェードを開けたい時だけはこれもう、はい、ね、ダメですか。いや、ここもう統一できたんじゃないかなっていう、ね、チルトもそうなんですよね。そうです、チルトもチルト開けるボタンでシェードが開いてチルトがするんだけど、うん、はい、シェードは閉めらない。そうです、シェード閉めるときはシェード閉めるボタンで、うん、そうです、必ず。これマセラティのおもてなしですね。シェード開けるボタンいらないじゃないですか。じゃあなんでそういうこと言うんですか。ちょっとその辺はイタリアの流儀を感じました。だと思いますよ、はい、はい、こんな感じになってます。あ、あと忘れてました、うん、どうした。グローボックスに ETC が、はい、これ手探りで上を探ると、はい、端っこにあるんで ETC もしっかりついております、うん。続いてモネとエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 1995cc、うん、まあ、2リッターの直四ターボですね、はい、プラス 48V のマイルドハイブリッド、はい、プラス電動の下級でございます、はい、素晴らしい。でこれ発進時はモーターアシスト、はい、そして1500回転から3000回転は電動の下級、うん、そしてそれ以上はターボで、なるほど、はい、アシストアシストアシストで、まあ、適材適所でアシストしてるらしいです。素晴らしい。だこれが走りにどこまで影響するのかちょっと気になるところが気になるね。そして馬力の方が300馬力トルクの方が450ニュートンということなんで、うん、車格このボディサイズからするとそんなにズバ抜けた数字じゃないんですけど、まあ、2リッターターボっていうことを考えたらかなり馬力出てるなと。あ、まあ、馬力だよね。出てますよね、馬力、うん、ミニのジョン・クーパーの限定のやつとか、うん、SUV のやつで300馬力とかあって、うん、まあ、そのぐらい出てるんで結構パンチのある走りはしそうだなと。そうだね、であとは、うん、こちら 48V のマイルドハイブリッドが BSG ベルトドリブンスターターということで、はい、スターターのジェネレーター発電機が一緒になってる、うん、はい、兼用してるものなんで、
まあ、両方、はい、エンジンかけたり発電したり、うん、両方できるということ、うんうんうん、ただあのクランキングの音あるんですね、スターターの音が。そうなんですよ、なんかないに認識じゃないですか、 BSG とかって、はい、うんうん、これはありますね。なんでこの辺がついてると、はい、そしてあと、今日ちょっと物申すポイントが多くて大変恐縮なんですけども、エンジンのカバーは、うん、あの若干取り繕ってる感を感じてしまいました。そうですか、はい、はい、あの直四なのにちょっとちょ、うん、V6 っぽい、うん、あのデザインになってないですか。ああ、なんかそうですか。これはやっぱりマセラティの色気じゃないですか。まあそうですね、はい、はい、まあエンジンルーム見てもかっこいいっていう、はい、こんな感じのエンジンルーム。でもなんか僕想像と違ったのが、エンジンルーム見た時って、はい、限りなく低く積んで限りなく後ろに積んでるって努力してるなっていうのがあったんで。確かに、はい、まあまあこれの上の大きいエンジンもあるんで、それの積むっていう前提もあったのかもしれないですけど、これ見た目結構いい感じで積んであるなっていうのがすごく第一印象でした。確かにトップレンジが V6 積んでありますから ね、 そ、 うですね、それ考えるとこのスペースがまあ必要になってくるのかなと。そう、はい、まあ、結果的になんか見た目が低く後ろにっていうふうに見えてていい印象でした、うん、気になる走りの方はこの後乗ってみたいと思います、ね、続いて東海類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。行きましょう。はい。そしてですね、ちょっと紹介し忘れたところあるんで、うん、いくつか補足していいですか。どうぞ。年内に、フォルゴーレ、はい。うん、フォルゴーレね。フォルゴーレっていう EV が追加するんで、うん、まあ、それのちょっと、布石となるというか、うん、はい。匂わせ的なところがいろいろあるから。あるね。はい、まあ、ちょっとその辺出たらもう一回こだわせしてみたいですよね。そうだね。はい。はい、まあ、給油口なんかはまさに、どでか給油口。そうなんですね、はい。それ意識してんじゃないかなと。なんと、オーディオも、通常オプションのものが、あ、そうなんですよ。標準装備になっているということで、これがソナスファベール。はい。これ全然馴染みがなかったんですけど、これイタリアの高級オーディオブランドみたいですね。へ、は、ぇ、いはい、 そうなんですね。そこのオーディオがついてて、なんと21スピーカー。はい、おぉ、素晴らしい。ということで、音もすごいみたいです。うんうんうん、はい。というわけで、行ってみたいと思います。はい。行きます。どうぞ。ガソリンですよね。そうです、ガソリンです。ちょっとディーゼルサウンドっぽくないですか。うん。なんかそんな気がするね。はい。なんだろうね。なんなんすかね。うん。で、かかってるこのアイドリングも、うん、今時のガソリン車にしては、うん、少しこう、振動と、うん、はい、音が、音がね、はい、どこどこどこっていうのがあるなっていう。うん、めちゃくちゃいいなと思ったのは、うん、ここはシフトボタンあるじゃないですか。はい。だけじゃなくって、ちゃんとパドルで操作できるんですよ。うん、参ります。はい。でもさっきも触れたけどさ、はい、このパドルの大きさとかさ、はい、もうマセっていう感じで、あ、そうですね、すごくいいよね。普通このサイズの SUV にこんなでかいパドルつけないですから、ね。本当ですよ。で、出足は、うん、あ、アシストすごいこれ。あ、本当？これめちゃくちゃアシストされます。感じる。感じる。ですね、うん、エンジンじゃなくって、うん、もうアシストで車が前に出てんだなってめちゃくちゃ感じる。だガソリン車となんか EV の中間みたいな、ハイブリッドみたいな、うん、そんな感じの出足っすね。じゃあ参ります。はい。あ、これでも本当にちょっと、うん、乗る前にぐちぐち言ってすいませんでしたって感じかもしれないです、うん、どうでしょう。はい、うん、あああの僕、はい、想像してた通りの加速なんで、はい、びっくりはしないです、はい、ただ意外とこう
音が違うなと思って、アイドリングの時と。そうですね、それはめちゃめちゃ感じます。空ぼかしと全く音が違う。踏むとバルブ開くのか、はい、ちょっとその制御が変わるのか分かんないですけど、うんうん、踏むとちゃんといい音しますね。そう。しかも、まあ、言ってもまあ4気筒の音ですけど。そう。ツッチーパフォーマンスであろうものが、はい、今モード GT にしてくれなかったのね。失礼しました。うん。はい、あの、逸脱の警告。あ、そういうことなんですか。そう、端に寄っちゃうと。え、こんな派手に警告するんですか。そうですよ。安全に配慮してますから。はい、よろしくお願いします。そして今じゃあ、スポーツプラス、スポーツモードにします、はい、うん、はい。変わるかな。ただ、あのパドルがでかすぎて、うん、このウィンカーが操作しづらい。逆にね、はい、うん。ちょっといきます。はい。あ、これはちょっと。これはいいですね。つなぎとパワーフィールまた変わるね。私ですね、だいぶ誤解してました。はい、あの本当に正直レビューで悪くない。悪くないですよね。びっくりした、うん。これ乗ったら全然いいですね。全然いいです。はい、びっくりした。はいですね。まあそりゃそうっすよね。今時だっていろんなグループでやっぱり部品共有化して、うん、いいところはやっぱりこういいものとして採用して車作ってるんだから、うん、まああとはその味付けの部分で割とこう似たか寄ったかになっちゃいましたよねとかっていうのはよくありますけど、やっぱりメーカーがお金かけて作ってるから、うん、はあ、まあエモーショナルかどうかはちょっとわかんないですけど、ああ確かにね、はあ、走りは全然悪くないですよ、音も。でもやっぱりこうマセラティのこうマセラティですっていうこだわりを感じるよね。そうですね、うん、そこかしこに出してくるん でさっきからバタバタしてるのはやっぱりタイヤは硬いけど乗り味悪くないでしょ。そうですね、足はいいです。 よくないすごくものすごく楽です。乗ってて助手席すごくフィーリングいいですよ。ただ少し重心高い感じはします。ああなるほどね、うん、まあでも車のキャラクターがそういうキャラクターなのかなっていうかもしれないです。本当にあのなんかカイエンのターボ GT みたいな あそこまでこうなんか走れる SUV じゃなくて、うんうん、ちゃんとこう、なんていうんですか、車高が高い、うん、はい、多分その、レバンテを出した時と明らかにこう狙ってるマーケット違うよね。あー、そうですね、はい、だから結構あの、さっきも話しましたけど、うん、マカンのベース、うん、4気筒、はいはいはい、あの辺となんかオプションちょろちょろちょろってつけていくと価格も被ってくる。そうですね、はい、うん、で、選択肢に多分あの入ってくるんじゃないかなって思うぐらい、はい、はい、だってキャリバーもあんないいの入ってて。そうなんだよね。ただこの辺はちょっと好き嫌いあると思うんで、うん、はい、もう物理キーがほぼないじゃないですか。そうですね。だ正直僕かなり戸惑いました。あ、そうですか、はい、僕はなんかやっぱりこう次世代というか、はい、ね、間もなく迎える EV 到来かな、うんうんうん、まあそれを見据えてんだろうなっていう予感を感じさせますね。はい、はい、ですね。でステアリングは割とヌルヌルです。ヌルヌル。ヌルヌルです。本当？僕的にはもうちょっとしっとり重い。うん、特に最初の初期のここはすっごいヌルヌルで軽いんで、もう少し、うん、ハンドル切っていくとあるところから急に重くなるんですよ。なんかもう少し全体的に均一ななんかステアリングフィールの方が、うん、まあ、高速は乗りやすいのかなと。落ち着く感じかな。逆に街乗りだったら多分このぐらい軽い方が多分乗りやすいんだと思う。なるほど。多分。さあそしてコーナーは、うん、はい、あーでもそんなに言うほどロールしないですね。しないね、うん、乗り心地悪くないし。乗り心地いいんですよね。すごい。そうなんですよ。それあの柔らかくていいって意味じゃなくて、はい、なんていうのこうフラットっていうのうまくいなしてくれる。あ、そう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 。だってこれ電子制御のダンパーついてないんですもんね。ついてないです。乗り心地変わらないはずですけど、はい、よくない？いいでしょ、ね、カメラマンさんもって言ってるんで後ろで。これ全然家族で使えますよ、ね、全然使えるね、うん、いやいやいや、ちょっと本当に誤解してたっす、マジで。いい、よかったです。いい方でいい方ね、よかったです。乗ったら、あの、あ、これいい車だったいい車だね。いや、僕もいい車だと思って当然仕入れてますけど、想像以上でした。これいいっすね。はい、本当に機会があればちょっと試乗をしていただきたいですよね、ディーラーさんとかで、ね、もし可能であれば。そう、これ絶対止まってる車ちょっと眺めて少しいじって、うんうん、排気音聞いて判断しちゃダメですね、うん、そうだね、はい、乗ったら全然いいもんね。ちょっと気になる燃費の方は測るほど今回走れないんだですけど、うん、はい、はい、まあ普通に考えて2リッターでしかもそんだけフルサポートだったら、うん、まあ悪くはないと思う。悪くはないでしょうね。あとはパネル類なんかも、あ、うん、こっちはパネルないのか。そう、
ドア、このオープンフィニッシュの、はい、真っ黒黒のウッドのパネルですけど、この辺の質感なんかも、はい、悪くないですね。悪くないですね、はい、でも車両価格からすると出来はいいのかなと思いますよ。だって最近新車が価格見直しで高くなっちゃってるじゃないですか、はいはいはい、これも上がってんですよね。上がってます。30万円だから50万円ぐらい途中で1回値上がりしてるんですよ、うん、この車に限って言えば、ね、はい、限定ファーストエディションみたいなもんだからオプションも多いので、だからかなりお買い得感は強いと思うんですよ。で、ね、ポルシェもそうだし、みんなベースグレードからオプションいっぱい選んでいくと、最終的にびっくりする値段になっちゃうことってよくある話なんで、だから選択肢の中でこれ十分入ってくるんじゃないかなって。これやっぱりあれだな、乗ったレビューを見た方がいいな。なんかでもちょっと好き嫌いはあると思います、うん、僕。そうかな、はい、なんか僕はこれは絶対乗るべき、乗って判断するべき車だなと思って、改めて。いや乗らないとダメですね、車、思いましたね。あとはちょっとブレーキを確認したいです。はい、はい、これだけでかいキャリパーがついてるんで、うん、まあ、期待できるんじゃないかなって勝手に思ってますけど、うん、あ、やめてください、それで期待値高くしてしまう。いや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 、あれってやっぱり今回土川さんドイツ行かせていただいたじゃないですか、はい、車のこのトータルバランスの重要性、うん、やっぱりこう何ていうんですか、パワーだけでもダメだし、うん、ブレーキだけでもダメだし、ステアリングフィールだけでもダメだし、うん、やっぱりこう平均点高くないと、うん、アウトバーンで戦えないなっていう。本当ですね、まあアウトバーンじゃないんですけど、いやいや、でもトータルバランスに優れてないと100キロでも200キロでも安心して走れないっていうのはありますよね。ベースがどの程度になってるかっていう、ボディの、剛性の必要ももちろんあるし、うんうん、初めてあそこで200キロとかで走ってると、あ、ベンツってだからこうなんだとか、ポルシェってこうだよなとか改めて感じますね。高速乗らせてもらって、そのブレーキ、はい、ブレーキフィール以外、うん、その剛性のところと、うん、まあ、エンジンのところと、うん、あとステアリングフィールは全然悪くないです。うん、悪くないですっていうか、むしろいいです。むしろいい、はい。ステアリングフィールはちょっと好みあるんで、うん、僕はもうちょっと、うん、特に BM 普段家で乗ってて、はい、BM みたいなステアリングフィールが僕好きなんで、うんうん、はい、ねっとり重いやつ。はいはい、だその辺は多分それぞれ好みがあると思うんですよ。オレンジみたいなもうスイスイのがいい人もいれば、うん、もうポルシェみたいな、ポルシェマクラーレみたいな、もうカミソリみたいなスタイリングフィールがいいと思いますし、はい、その辺は多分好みだと思うんですよね、うんうん、ただエンジンがこう絞り出してこうグッてパワーが上がってるっていうからかは、うんうん、もうサポートされててもずっとパワーが出てる感じですよね、うん、それ本当にだから EV とかなんかハイブリッドに近いような、あ、まあ、そういうパワーの出方なんかで、うん、まあ、EV まではいかないんですけど、うん、めちゃくちゃサポートされてるのかっていう感じがします、うん、あとは剛性が高い。剛性すごいね、これね。これ多分レバンテより全然、いや、そう思いました、うん、僕もね、これレバンテよりちょっと剛性あんなと思って。うん、いや、いいね、いい音してますよね。いい音してる。いや、決してその V8 サウンドとか、うん、なんかそういう超高音とかそういうんじゃないですけど、うん、4発で全然いい音してますよね。本当なんか4気筒のメカ的な音っていう雰囲気の音を出してるね、はい、いや、いいと思います。好感持てますね。でちょっと速度が上がってくると、そんなにこう、はい、やっぱりターボ、うん、さっきエンジンルームで説明した通り、はい、その BSG がサポートして、うん、電動の下級がサポートして、はい、最後その3000回転以上はターボの下級なんで、うん、その回転数になってくると、うん、パワーの出方が、うん、あ、これ知ってるパワーの出方だな。ああ、なるほどね、はい、これこのぐらい、このぐらい、はい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 、はい、ごくごく低回転はやっぱりこう強力な BSG、うん、マイルドハイブリッドの、はい、まあ、サポートを感じます、うん、いやー、びっくりした、うん、よくできてます。じゃあ間もなく出口なんでちょっとブレーキフィールチェックを、はい、そうだね、はい、止まれるっていうの、止まれるっていうのがね大事ですから。大事です。あー、ブレーキどう、ちょっと待ってくださいね。タッチは悪くないの。そんなに初期精度強くないですね。意外だったっす。もうちょっと初期精度がすんでくるのかなと思ったら、いや、でもなんか意外に全然横に乗ってるとなんかグイ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 後から効いてくる感じが伝わってくるんですけど、動力なりって感じ。そうっすね、うん、あ、いいじゃん。あ、いいっすね、いいっすね。あ、悪くないね。あ、すごいナチュラル。ナチュラルだね、はい、はい、なんか分かりやすい、はい、
そうですね、うん、初めて踏んでも、うん、多分思った通りに踏めるような、うんうんうん、はい、ブレーキフィールス途中から急にグッてなったりとかしないですね、はい、うん、はい、いいですね。こういう街中乗っててもなんかすごく嫌な感じないよ、助手席座ってて。確かに、うん、全然足も別に高速乗ってんのと下道で、でも最初硬いかなと思ったんですよね、うんうん、タイヤだな、タイヤ買いたいな、ね、タイヤもうちょっとコンフォートが大変でしょ。そうだね、あとはちょっともうちょっとワインディングみたいなところで試してみたいですけど、ね、いやみたいね、なんかね、どんだけロールしてそう、はい、ハンドルが切れていくのか、うん、はい、コンパクトもしくはミドル SUV 狙ってる方は十分こう、いや、ちょっとこれは本当に何度も言って恐縮なんですけど、うん、乗った方がいい、乗った方がいいね、乗った方がいいです、うん、だからこれ乗って、うん、正直 MC20 がめっちゃ気になったんです。そして改めて車乗らないとダメだなと思いました。そうだね、はい、ただ万人に勧められるかっていうと、うん、そうじゃないですね、やっぱり。いや、そうじゃないですよ、はい、パドルいらねっていう人もいるし、あ、そうそうそう、あ、もっと言ってしまう、僕もそうだし、そう、もっと言ってしまうと、はい、基本左ハンドルじゃないですか、この車。あ、そうですね、うん、左ハンドルしかないですもんね。そうそうそう、仙台限定、そう、はい、だからその辺もどうかなっていうのは当然ありますよ。僕がおすすめできる方は、うん、イタリア車に興味がある方と、うん、あと逆にイタリア車にちょっとアレルギー持ってる方、うんうん、ああそうだね、に逆に乗っていただきたい、乗ってほしいね、はい、うん、まあ、結果やっぱりちょっと俺に合わねえよっていう方がいらっしゃってもそれはそれでいいと思うんですけど、うん、多分何人かは、うん、あれ思ってたのと違うって、違うなるね、きっと言ってくださると思うんですよね、うん、はい、あとはやっぱりどのメーカーもこうある意味共通しているところなんだけど、そのこの時代だからどこの国に持ってっても違和感なく乗れるようにしてるから、ね、すごいグローバルになってますからね、そうです、車が。それも踏まえて選択してもらえれば、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、うん、飯塚さんいいですか、うん、私が間違っておりました。そうでしょ、はい、ちゃんとマゼラティの流儀なんだなと、はい、はい、だと思います。本当に快適なのとかぐじぐじ言う人はドイツ車、はい、日本車でどうぞっていう感じで、はい、だからこれを楽しめる方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと、うん、絶対ありですよ。だって今までこのセグメントっていうかこのボディサイズでイタリア車でって楽しめる車って少なかったと思うんですよね。確かに、だからもうこうやって広がっていくべきだと思いますよ、今後もね。確かに今まで SUV でイタリア車ってそんなにこう選択肢として多くなかったですかね。そうなんですよ。それにちゃんとこの少しでも広がっていけば、うん、燃費がいいエンジンと、そうです、現代的な電装っていうと割とこうライバルは少ないのかなですね。というわけで、まあ、カスタマイズも、はい、まあ、ちょっとどこまでできるか分かんないですけども、はい、多分いろいろパーツまだ車が新しいのはあれですけど、うん、おそらく今後出てくると思いますので、はい、その辺も一緒にご相談いただけると、そうですね、かっこいいグレーカーリーになるんじゃないかなと。いやもう作りたいですね。ぜひボンド名古屋にお問い合わせください、はい、というわけで今回はマセラティグレーカーリアプリマセリエ GT をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。